通ドアに見えますが、なんとワクスポは後ろにもドアがあるのです。しかもピラーレスのスライドドアなのでございます。なるほど、後ろにもドアがある。通ドアにしか見えなかったいやすごいな、スタイリッシュなのに大外交で便利だね。後部座席もスライドしてリクライニングもできるので、チャイルドシートに子供を乗せるのも楽そうでございます。そしてスポーツカーで走りたいと思ったらワクワクスイッチオン。ああなるほど、いつでもクルーペスタイルに戻れるんだ。いえいえ、外観のデザインが変わるだけではございません。ワクワクスイッチオン。それぞれのスタイルに合わせてヘッドライトのデザインも変わります。外だけでなく中も変わるのでございます。安心安全快適に運転したいときにはインパネはシンプルに必要な情報だけを表示できるのです。さらに走りを楽しみたいときにはインパネの前面モニターに多くの車両情報を表示して車を操る楽しさ